黒松内の道の駅に向かってるんですけど、もう周りがもう森です。道の駅黒松内は北海道寿都郡の黒松内町にございます。国道5号線沿いに位置しておりまして、札幌と函館のちょうど中間地点にあります。交通量はそれほど多くない国道ではあるんですけれども、札幌のお客様とそれから函館のお客様と、そういった都市圏からのお客様と田舎の交流の場として当初は設計されました。駐車場が広い方で約70台ほどが泊まれるスペースになっております。それから館内もそれほど広くはないんですけれども、お客様用のスペースを広く取りまして、うちの売りでありますパンですとかピザですとか、そのあたりをゆっくり召し上がっていただけるようなスペースにすることを心がけております。黒松内観光名所がないものですから、ブナを使って町づくりをしようという動きが30年ほど前からありまして、ブナを使えるところはブナを使って温かみのある内装を心がけて設計されたということは聞いています。フォアベールというのは町内の方にあります乳製品と肉製品の加工の工場なんですけれども、ブランドとして考えられた言葉なんですね。工場とお店っていう関係でトワベール2と呼んでいます。工場の方のトワベールで乳製品と、肉製品を作っていて、主にハムとチーズなんですけれども、そういったハムとチーズを美味しく食べるためには何が必要だろうという時に思いついたのがパンで、例えばハムをパンに挟んでパンと一緒にお召し上がりいただきたいと。で、自家製のパンと町内で作ったその乳製品、肉製品を組み合わせてお店の方を展開していこうというのがそのパンであった理由ですね。ピザに関してもそのフォアベールで作っている肉製品、それからチーズを積極的に使うようにしています。道の駅黒松内の売りというのはパンとピザですので、それが集客力になって、この20年その集客力を保ってきた
という自負もありますので、ぜひともその味を体感しにいらっしゃっていただきたいと思います。